立川ボーイズは、落語立川流の若手落語家で結成されたユニット。1990年代と2010年代に、別々のメンバーにより存在した。1990年代に、立川男子門下の立川丹春、立川白く、浅根坊の落のメンバーで、よたろう、たまには金五郎、金ンゴロウ、き弁天、アンモナイト等に出演。ボーイズと付けたのは、 男子男子ボーイという言葉遊び。落語会を開催。ライブでは、落語と共に、二人でコントをやっていた。ダンハル、心楽し落のコンビで、浅草キットなどを抑えて、高田文夫杯をお笑いゴールドラッシュ年間、グランドチャンピオンに輝いたこともある。それぞれ落語家として人気が高まり個人の活動が盛んになったことや、新内昇進後に、ダンハルが事務所から独立したことで、 ユニットでの活動は自然消滅した。2010年に心差しの弟子である立川シらら立川こしらで平成立川ボーイズを結成。平成立川ボーイズのオールナイト日本 R のパーソナリティを担当。平成立川ボーイズはオールナイト日本 R 放送を機に急遽結成されたコンビであるが、立川こしらと立川シららは以前に カラッペタンズという漫才コンビを組んでいた。他にも、二人で、進め、電波少年や爆笑オンエアバトルの前説などを務めたこともある。半夜のオールナイト日本に頻繁に出演していたが、同番組が2011年3月29日に最終回を迎え、その場で解散を宣言した。2020年6月から立川こしら、伝統組チャンネルでスタートした。 ハロー中堅しららこしらは心しららとこしらによるフリートークの番組だが立川ボーイズとは名乗っていない。ありがとうございます。